いっぱい配信始まっちゃったやっぱこの時間帯はさ多いねうんうんこんばんはかわいすぎるわねありがとう美容女ありがとうそんな褒めてもらってかわいいって言うゲストありがとうございます明日から夏休みですおおいいですね JC みたい JC?JK です 間違えないで jk。やべえ、可愛い,い。ありがとう。おやおや可愛いね。ありがとう。天使かよ。ありがとう。三つ編みそう。今日は三つ編みなんです。あとここにさくらんぼがついてます。さあ、一目まぼろをしました。今日も可愛い,いです。ありがとう。こんばんは。今日はね。あのスマホからやってんですよ。いつもタブレットからやってるんだけど、今日はスマホからやってるん？です JK ですこんばんは久しぶりに見たら何か違うあライトを買ったし今日は三つ編み <laughs> そうさくらんぼこんばんは今日はバナナの日今日はバナナの日なのじゃあまさるくんの日じゃないですかそうリングライトを買ったので目が丸くなってる目の瞳が丸くなってますね そうそそうう輝きをもたらすリングライトそうなのだからあのー、今日はこのリングライトの付属に付属じゃないリングライトにそのスマホを置けるところがつけれるところがあったんですけどでもさすがにこのでかさタブレットはこうやって入らないので。 なので、スマホでやりたいなって思って今日はスマホからやってるので気にしないでください。アイメイクも少し、アイメイクは、うん、なんか前やってたやつを、今はやってないんですけど、あ、今日はやったんですけど、あのー、昨日は、あ、あ、今日、あのー、前やってた。あ、前といっても公演をやっていた時に、 捨てたメイク、アイメイクをしました。あ、そうなんですよ。PCR 検査陰性でした。ありがとうございます。これからも気をつけていきたいと思います。皆さんも気をつけて。はい、自己紹介します。はい、NGT48 のテニス少女、みんなのハートにナイス少女 ありがとうございます。あなたの隣までアドバンテージ。おじ谷出身15歳、高校1年生の小宮沙羅です。よろしくお願いしまーす。今日眉色つけないのついけてるよ。わかんないでっきりでしょ。眉が太いからって。まあいいけどね。そう。ああ、16歳 16歳です。誰も15歳って言ったの。はい、私です。すみません。三つ編み、お皿が一番可愛い三つ編みでーす。でも私はね、あのー、一本一本が太すぎて、三つ編みするの大変なんです。可愛いっていうギフトありがとうございます。ありがとう。可愛い,いよ。ありがとう。お皿が一番可愛いよ。ありがとう。15は、いや、16で。 16でせや16歳やで JK なんです勉強も難しくなってそうさっき勉強をしてたんですけどあのママがしてました手伝ってくれたハはたありがとうございます天使のはあこれさんの手が。 サラちゃん髪がサラサラサラ髪分かんなくねはい一本一本太いんです十六歳ねそう、ママがね、やってくれたんです、国語 <laughs> 古文古文分かんないよ、古文なんてうん終わりました、おかげで <laughs> ありがとうございますそうなんです、サラが勉強あ、でもサラは なんか読みました。詩を。ポエムみたいな。ポエムじゃないか。ごめんなさい。いつになったら年齢間違い、そうなんだよね。まだ16歳なんですよ。もう16歳なんですよ。そうなの。ヤッホー、ヤッホー。ママは、えおビールあ、ビールあママは飲んでます。お風呂にも入ったって。こんばんは。 おすすめそば。おすすめそば。私はね、家族で集まったとき、いとことかたくさん集まったときに行くんですけど、よく。なんだろう。わかんない。メニュー。もう、でっかいそば。<laughs> ポエム。そう、ポエムじゃないと思うんだけど。そう。詩を読みました。さらちゃん、こんばんは。こんばんは。そう、詩を読んだんですよ。 私、毛一本一本細いです。私が太いんです。ヘギそばがいいです。ヘギそば。わかんないんですよ。うん。いつも家族が頼むので、あるものを食べるんですよ。天ぷあ天ぷら食べた方がいいよ。最近今日は負けでもいい。改めて聞いたけど、いい歌詞だよね。いや、本当ですよね。ありがとうございます。本当に。歌わせてくれて。サイン付き CD が発送されたみたいです。ええー イエーイ大事にしてください。そばうまい、そばうまいっす。やっぱりね、あのね、来たら食べた方が、私は天ぷらを、あの、そばのつゆの中に入れて食べます。おいしいから、やってみ、やったことある。みんなそうやるよね。あれやんないあ、そう。あ、そうあ。私は天ぷら、ちくわが好きです。あと、かぼちゃ。 あとさつまいもあとかうんかき揚げ舞茸たけとてんぷら舞茸の天ぷら食べたことないラーメンとおそばどっちが好きそれは決められないよらちゃんのミニポスター来たから角に入れて飾ってえー、そんなにありがとうございます嬉しいありがとう CD 楽ししみだよ本名恥ずかしいいやいやぜひ皆さんの本名を書かせてください書いたけど <laughs> もう書いたんですけどなんて読むの ?2 だね2嫌いなのかもしれないって女の子が片思いしてるまあそうですね片思いというかなんかそうですね私はなんか甘酸っぱすぎる声ですよねあれなんかもう 思春期の子が好きなんだか好きじゃないんだかみたいな曲ですよね。いい曲ありがとうございます。「嫌いなのかもしれないグ」ねえかる嫌いなのかもしれないってさ一見あの何も考えないで聞いたら全然なんか明るそうな爽やかな曲なんだけど歌詞をね一つ一つ読んでいったらなんかもう。 そうなんだよ。なんかもう考え込んじゃうよね。主人公がすごいさ。そうだよ。だってそうそうそう。前世で何かあったのかもっていうぐらい考え込んでる。もうすごい発想力だよね。三つ編み可愛い,いありがとううれ、ウピーマンありがとう三つ編みにセーラー服着てほしい。そう、私、セーラー服、セーラー服したセーラー服を持ってなくて。そうなの。なんか毎回な。 何て言うんでしょうなんかいっぱいあるじゃないですか制服にも種類がセーラー服とかブレザーブレザーは男の子かあれ違うないやそうでブレザーとかあるじゃないですかたくさんなんかいろんな制服がねあるんだけどその一般的に言うセーラー服っていうイメージのセーラー服があるじゃないですかそれを持ってなくてなんか毎回それを買おうとしてもなんかすごい違った。 なんかちょっと独特な方に惹かれてしまってごめんなさいっていうそう嫌いなのかもしれないわほんともうプッシュしたくなるその子いけよってな,りなっちゃうぐらいのそうなんですあ待って危ねえコスプレとか持ってるいや持ってないんですよなんかもともとそういうことをやったことなかったのでコスプレって何をすればいいんでしょうか セーラー服でもえもえキください。まずセーラー服を揃えなきゃ。明日はおそらく、そう、ちょっと待って、ありがとう教えてくれて。はい。明日はやりますんですけど、もしか、多分できると思うんですけど、あの、まだちょっとスタッフさんに言ってなくて、今思い出したので、言います、今日。ぜひあの SN、SNS でもう一回言ってください。あの、確認した こんばんは <laughs> 看護婦さん前にセーラー服着てたよね赤いやつですかでもあれは違うじゃないですか何かこうでしょうね 好きなアニメキャラクターとかいたらそのそうアニメキャラクターあんまり知らなくてあんまりアニメを見ないんですけどそうなんですよでもその夢の国とかは好きです <laughs> 好きです好きですけどあ<う>いいんよかったセーフ土曜日に質問募集をしますだるまさんありがとうございます まさに部屋がゴミ山マさんだらけにぎャう。ええー。すごいライトになってるマサルタも。ゴミヤマジョンドロイェーイセーラームーン。セーラームーンはね、私ね、あんまりなんか見たことない物語。でも知ってるよ。明日配信しますか明日は何時にしようかもう迷うぐらい。配信できるかなできるか。 はい、後ろのボードにリングそう <laughs> これです私のリングはこちらですまさーくんね目がひまわりありがとうございますプリキュアあ私プリキュア持ってたよちっちゃい頃ピンクのあ <laughs> そうなんですよプリキュアが好きでプリキュアになりたかったんですよ一時期なのでクリスマスにサンタさんに頼んでもらいました 持ってました。でも、なんか、うん。うん。いいと思いますさるくん、久しぶり。いや。かすべえば先日の眉毛はもう勘弁してください。<laughs> 眉毛あ <laughs> <laughs> そういうこと。あまあ、そういう、なんか、言われちゃうとやりたくなる。嘘です。まさるくんの目にもリング。ね。まさるくんの目にも。天使の輪。 マシャル君がいるからダメじゃんあな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 ななちゃんの目にもそうですリングがまさる君ですこんばんさらこんばんはこんばんわんここんばんは,んここんばんはそうなんですちょっと暑いんですよこの部屋ほんとに尋常じゃないプリキュア全身セット 変身セット。変身セットじゃない。プリキュアの服。あるじゃないちっちゃい子が買うやつう。天使のリング。天使のリング。後ろのよく見。そうです。アルビさんのやつです。おそらちゃん、ジャスミンなんかう、えー、やりたいなと思ってたんですけど。まだ、あの、挑戦しきれてない。そうですね。ももょょょょこんばんは、はサルサル。こんばんは。 運動会メイクはギャップ。そうですね。運動会メイクは、その次の日のサラが可愛く見えるようにっていう、そうですね。作戦です。はい、作戦、作戦。そういうことにしといて。ワンマン運動会メイクね、あの、する、あ、<laughs> やっぱり、まあそうですね。メイドが一番、あの、何でしたっけ。あのー、何でしたっけ。あれですね。あ、間違えた。コスプレ会の、 原点にして頂点みたいな。こ、とこありますよね。ね、えでもほら、メイドって。ねえ。えどんなメイド。はるか村からあげまーす、欲しい。バスケも好き、バスケ好きです、でもできないけど。うん、できないんです。あの。本当に、あの、すごい嫌われてるんです。リングに。 そう、バスケットゴールのリングにめっちゃ嫌われてて毎回毎回毎回入らないんですあの入るでしょって思っても入らないんです本当にさもう嫌いなんってぐらいバスケットゴールの,あのリングってサラのこと嫌いなんですよ本当にねどうして筋トレクラブ腹筋担当あそうです何知ってんのすごい ええー。そうなんです。私はお腹担当で。アルビのチア、あ、チアガールやりたいね。可愛い,いアルビさんかはわからないけど。ねえ。コスプレやりたいね。マザラのツンデレメイドは多分すげえ需要が。私、ツンデレ <laughs> まあ確かにやらないかな。そういうのは普段。 見た目は得意さに見そうなんで、ね、だから私も得意だと思ってたんですずっと謎の自信があってでもいざそのなんでしょう中学校とか小学校とかあるじゃない授業であのー、あるじゃないバスケとかあるでしょでも私本当に下手くそでもう前代未聞なんじゃないかってぐらい下手くそなんですよでも見るのはすごい好きです そう, <laughs> そうだからボードを狙ってって言うでしょボードのなんかさ四角を狙いましょうみたいな狙ってますわみたいな狙ってるわ狙ってるよ当たってるよ当たってるけどなんか入らないショールームでコスプレ配信してほしいねえ今度ね <laughs> そうなんかもうそうなんですよコスプレ配信ね なんか、うんかうそれをおしゃべり会にも来てもいいんだったらやる。<laughs> 諦めたらそこで試合終了です。知ってるよ。「スラムダンク」とか読まなかった「スラムダンク」は読んでないですけどママが今読んでます。いや、てかママずっと、あのうちに前回あるんですよ、「スラムダンク」。はい。 読んだことないけど兄とママが読んでました呼びましたゆうちゃんがサルちゃんはツンツンだって言ってたよええ？そんなことないですよドリブル系そうですねあのー、えー、私はそうですねはいいやドリブルも下の上ぐらい <laughs> レイアップシュートって何助けて私はなんでバスケとかバレーとかサッカーとかはさ授業であるのにさテニスはないんだろうまあ、やっぱラケットが高いからかなえもうほんとテニスだったら5とかも普通に AAAA しか取れないと思うんだけど逆にねもうほんとに いつもだってさバスケやってたらさバスケ部の人がさ得点入れてイエーイみたいなもうそういうのばっかやんけ髪切ってないよメイクはちょっと違う昨日とドッジボールは得意ですあのね最初は避けるのが得意だと思ってたんだけどなんか最近は投げるのも得意だと思う 何もう全然分かんないバスケ用語おしゃべり会行きますよいらっしゃいませ来てください庶民シュートだよ庶民シュート言い方おいテニスもあったよ高校の時えやば何昨日何て言ったさら昨日テニスはやってテニスはやってくださいぜひ。団体戦と個人戦の違いかな ああそういうこと派閥を受けられないように団体戦をやってんのなんじゃそりゃあるよテニスにも団体戦8人ぐらいだけどわしもかほちゃんがねず,ねずこでしたっけこの方多分てあのすごい勘で読んでるしてますよあのよく皆様がやるあのピンクの服の方ですよ 鬼滅見てなくてごめん、ね、なさいか流行りに乗れないテニスは学校によってあるみたいえー、なんでサラはその学校じゃないんだろうかいやほんとにやりたいなんかみんながテニスに苦戦してる中私は打ちたいもうバカバカ3ポイントシュートは打てません <laughs> 打っても決まりませんおさらこんばんはこんばんはママはバスケしてたのし,してない かな分かんないしてないと思うママもテニスをやってました僕もそうなんですよあの流行りに乗れなくてすいません8人全員でじゃあじゃあ団体戦ってそういうことになってそういうことじゃないんですよあまあ2人2人2人って出てるテニスしてる姿見たいね私もみんなに見てほしいんだけどまあちょっと今の状況は無理かもしれないんだけどテニスをやりたい いいね、流行りに乗れないえ待って乗れないのいいありありがとうジャンプシュートはできません <laughs> あ切っちゃったなんか1日本みたいなやつでしょ一回もやってないし一回もできないしさらちゃんのマイブームマイブームマイブームはマイブームは えー、食べること。テニスは何、んとね、軟式です。ママ情報、分かってますから。さあちゃん、こんばんは。こんばんは。あ、アクセサリー作りは、正直、カチューシャとピン留めしかできてなくて。あのですね、ビビッとくるものがないと、できないんですよ、めんどくさいやつで、本当に。最近食べたおいしいものは するめあのねイカのイカ本物のあのイカをちぎって食べた明日ようやくお皿のサイン付きええー、CD が届くありがとうございますぜひ大切にしてください夕ご飯食べましたスルメそういつもなんですけどサルちゃんこんばんはこんばんちこんばんは 今、バスケ進行中。もうもうもうもも分かんない。テニスの最高成績、称号のベスト8だっけえどこのですか新潟県の全国のハト、ありがとうございます。ヨーマフェルトのイルカ作ったよ。ぜひ見せてください。あげて、どこかに。スルメ美味しそう。スルメめっちゃ美味しいですよ。同じくあれ、おいらもサイン届くみたい。何書いてあるのかな えー、遊びる来たサイン宝も、宝物えー、ありがとうございますマイブームは4問フェルトねちょっと心折れちゃうからね。4問フェルト。やってみ悲しい。テニスはやってよ。<laughs> やって、テニス。テニスは、ない、え、テニスは前衛です。怖いよね。うちはまだサイン届きません。ビエービエんだね。桜んぼ見せて。桜んぼ、はい あ、全国ですか。全国は団体戦で小6の時ですね団体戦の時にあのベスト8でしたちょっと個人戦はねすごく聞いてもらわないでいただいて聞かないでください <laughs> 心は折れたくない折れたくない方はあのしないで自信ある方はしていただいてはいすいません すごいありがとう撮れたえ撮れた撮ってくれたのありがとうファイアーサインー届け何式公式両方やってたイルカインスタグラムに抜けてあありがとう見に行くねえ聞きたいえ何が <laughs> 待って何の話だこんばんさらお疲ら好きですライクあありがとう格好もつけてくれて 私はいありがとう私もじゃあ LIKEYES 発送案内来てたサラタンの撮影え影ありがとうぜひ飾ってねうちも出,出荷メール来てたなんて書いたかな後ろにいてそうなんですよリングライトが本詞してる ヒョロリンそうヒョロリンですヒョロリンはね星になっちゃうから気をつけて <laughs> ヒョロヒョロとかでいいんでお願いします出荷メール早く早く書いてよサラ全部目にやいとサラちゃんっていい子だね今更だけどありがとういい子ありがとういい子だって言われた嬉しいな コラボショールームの時のポスターおあ出荷メール来たけどえっ、ー、ありがとうございますそうサラもあれあの実物見てないのでぜひ見せてください今メール見たらあ通知来てたやったー写真1枚サインで埋め尽くされてる <laughs> そうサラのサイン間違えたサラの写真が結構黒多めでしてほんとんでこの写真を選んだのかすごいあの問いたいぐらい黒多めだ たので、見えるかどうかあのぜひ目を開けて見ていただいて楽しみ楽しみありがとう前衛だとスマッシュとかそうですね前衛だとですねあのスマッシュを,を打つんですが私の場合スマッシュがあの逆に飛んできてお腹に何度か当たりました顔面とか痛いです今メールボックスあ来なかったうんいこいこありがとうございます。 いい子って言われるの嬉しいね。さニちゃんこんばんにゃこんばんにゃ。明日の何時かな何時頃かな何時かなだるまさんありがとうございます。もっとそうそうそう,そうなの。なんでもう、そうなんかすごい写真ちゃんと決めたんだけど。本当ありがとうございます。よかったよかった。あやー。 点数がとびとびなのが、ああ、確かに、公式はとびとびだけど、軟式は飛ばない。1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4。テニス講座、テニス講座、みんな、聞きたい。え <laughs> らありがとうございます。テニプリ何テニプリあら、止まってよ。そう、ちょっとね、ごめんね、止まっちゃったの。私が、スライドしちゃって。 ごめんね、申し訳ねえです。はいなんかいい。一二三そうなのそうなの。難式は一二三四なんだけど公式は十五三十。ちょ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 十五三十四十。エースを狙いでちょっと分かるようになりました。ええー、難式ってそうなんですよ。 そう,ルールそうですよねあのルールがねあの、むず、難しくないけどそうなんですよそうそうそうルールは難しくないんだけどはいあし会議教えた方がいいあぜひ教えてー <laughs> そう15304050だねよくわかんないよねなんでゼロを選ぶっていうのえ待って私それ公式かな はは言わないいと思うゼロっていう公式テニスはできるのあのねできないんですよあのねテニスって本当に軟式やってた人って絶対公式できないんですよ初めてやった人より絶対公式できないうん本当にあああありがとうございます桃太郎そうなの届そう忘れてた <laughs> ポケットボールに入れてるの邪魔じゃないあるんですよ。ちゃんとボールホルダーっていうね、ボールを挟む、なんかキーホルダーみたいなのを、そのスカート、スコートにつけて、そこにボールを挟んで、そうなの、そうなの。そうなんです。こうやって。掴んで、そう。で、一個取って、すすごいいいものがあるんですよ。 男の子はあんまりやらないけど女の子はよくしますそうスコートのポケットが小さいから入らない入るけどなんかもうボンってなってるからやるんですよボールホルダーっていうものがあるんです軟式公式の違いすらいまいちいや軟式公式はまずボールが違いますよあとネットも違うしラケットも違いますはいそうでもうん ボールの始め方ボールの始まんないからそうなんですよ乾いいというゲストありがとうございます軟式のボールって当たると痛いのそうね公式は当たったことあるんですけどそう、隣でやってたりしてたまり当たるんですけどそうあのー、公式のボールはなんかもうゴン重い感じなんだけど軟式はそのボール自体がゴムだからバシンっていう感じですなんか ヒヒリヒリする公式は本当今すぐにあの冷やしなさいっていう感じなんですけど軟式はもうああ,あーって感じビリビリする感じずっとそういや公式は本当痛いほんと公式の前衛さんはやばいと思いますよ前衛さんってこうやって立ってるじゃないですか。でボンって来てさもしかして当たったらさもう病院行きだよね 本当当にそそんぐらいやばそう味方のサーたたったことありますでも私のペアはあの上からじゃなくてあのカットだったんですよカットで左利きだったのでカットが有利なんですけどだから当たってもそこまで痛くなかったんですけど違うペアと組んだ時団体戦とかで違う人と組んだ時にその上からその皆さんが知っているような。 こってあげてバーンっていうサブがですね見事に背中に当たりましてあの少しあのイラつきましたはい <laughs> アイスありがとうございますたタコさんもありがとうございますこすりこんばんはこんばんは教えておさら先生グランドスラムってなんだっけ教えた 私だったら逃げちゃうかもそうですね私もあの全員サラは全員をですね小学校6年生ぐらいから全員に出てて最初は2人とも後ろにいたんですけど全員に出ててそうなんです全員に出てそうなんか出てたんですけど出て小6の時にそう怖すぎて怖すぎてそんなんね目開いてられるかってあのコーチにイラつきました。<laughs> 目開けとかやるけど開けるかって思ってつぶります。ツイストサーブそうなんです。ツイストサーブはをしてました。ペアがはいそうなんですよ。本音、私はよく人に怒られてる時とか、その注意とかまあ、イラつくじゃないですか。イラつくっていうか、ちょっといい気分はしないじゃないですか。そうなんですよ。そうだからあのー、松井さんありがとうございます。 あ、いいらっしゃいませ投げキスそうあのねそうなのあの私人に怒られてる時とかテニスの時もそうだけど学校とかの時とかもそうだけど人に注意されてる時とか怒られてる時とかいや真面目に聞く時もあるんですけど本当にこの人理不尽だなみたいな怒り方をすることあるじゃないですかその方が。 私悪くくないいいいののにににっって思ってて思本当に確実にねいやちゃんと人の話は聞いてくださいでもそのそうなんですよなんか人の怒られてる時もう私悪いことしてないしみたいな時そういう反抗期的な時にあのそういう時は私はずっと心の中でちょっと突っ込んでるんですよなんかそのテニスの時もそうだけどそうなの。あのちゃんとなんか話を聞かなきゃいけないんだけど <laughs>。 めっちゃ反抗するんです心の中でねした方がいいよみんなもおすすめそうなんか別に誰にもイラつかないし悲しくもならないからおすすめやってみそうまあでもちゃんと話は聞いた方がいい大人っぽいメイクになったねありがとうそうでもそう心の中は誰にもバレないからアイスありがとうございます顔にいるじてないもうずっと やっててでもなんかもうそうやって言われるじゃないですか「集中力がないんだよ」とか言われて「いやいや集中力なくしてんの君でしょ?」みたいなもうそういう感じの人だってもうそうしないと生きていけなかったんですよもういろんな人から言われいろんなコーチいろんな大人がいていろんな人から違う情報がもうわーって入ってくるからもうまあありがたいことなんですけどでもその時は本当に頭がパンクしそうだったのでなんかもう。

うるさいんですよ新潟県の中で一番うるさいんじゃないかってぐらいうるさかったペアだったんですけど、まあ、とりあえず声出しといたもん貸しでしょみたいなそう「わよっしゃー」みたいなもううるさいうるさい今考えたらうるさいもうビデオとか結構遠くから撮ってても,もうどんどん声入ってくるからどんだけうるさかったんかなって思うぐらいうるさいんですけど本当にね申し訳ないです対戦相手さんの皆さん本当に申し訳ない。 こんなにうるさいペアいるんかなみたいなぐらいうるさいんですけども。はい、三つ編みこわい。ありがとう。若いうちにいけるやつを身につけた。<laughs> そう、うるさいんです。私、そう。私っていうか、そのなんか、そのさ。あるじゃない。あのー、やっぱり黙ってテニスをすることはないじゃないですか。テニスっていうか、スポーツもね。あ、パスみたいな、わかんないけど、まあ、バスケでも、サッカーでも。 なだか,分か,んないとかみたいな感じで言うじゃないですかでもなんかそれの最上級みたいなもう「タれラらー!」みたいなもうもうねあの試合後は絶対に声が枯れてますはい可愛いいという人ありがとうございます本当にうるさいんですよ物に当たったりは絶対にしませんそうだって大事なラケットですしねあの そうですねうるさいあですあいつかビデオそうですね「アイスありがとうございます」そうビデオはねもうここ最近だから中1ぐらこの「この野郎」は言わないけどなんかもうそうですねあの俗に言うもうなんか声を出しとけば相手がその怖いじゃないですかいっぱい声出す子って。 サーブ打つ時声出ちゃうのあそうなんですよ私サーブ打つ時はねあの声が出ないんですよ <laughs> 私は、ね、あの力があったので私声を出すとあ皆さん思う通りありやっぱりあのあ握力とかする時も声を出した方が力が出るじゃないですかはいだからそのそうなんですよあの声が出るあ出た方が出した方があの 力が入るじゃないですか。でも、私は、あの、声を出すと力が入りすぎて、もう、ホームランを打っちゃうんですよ。もう、客席に飛ばしちゃうぐらい、すごい、でっかい球を打っちゃうんです。だから、あの、打つときは、あの、声を出さずに、静かにやらんと、私、アウトばっかしちゃうんで、声出したら。 そう,そういうとこもね自分分かっていかんといかないいけないかなそう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 ,そう,そう落ち着かして握力は前中2ぐらいの時中3ぐらいかなは何でしたっけ45とかそう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 なの,あのそうそうそう,そういうとこやっていかないとね本当にあに私ずっとアウトしちゃうんでそうなんですよ そうそうそうだからあのペアが打つ時はあのめっちゃ声出してあの失敗しても声出してあの成功しても声出してはい本当にそこだけはもうしっかり声はセーブしていかないといけないかなみたいな握力そうや,や,やばいですよね私もびっくりして中学校になってから急になんか強くなって中学校になってから私幅跳びめっちゃ跳べるようになったんですよ なんででしょう <laughs> そうなんだよねなんかでも今は分かんないテニスをやめちゃったから難しいんだけどそうなのやばいよね女子って20そうなんだよねえでも私の周りはだいたい35とかぐらいのシャラパーサー分かりますそうあんまり公式のねルールがいまいちよく分かんなくなっちゃって あんまり見れないんですけど、見たことはなくて。そう、でも、あの、有名な方は見ます。ハットありがとうございます。イエーイ。握手会は優しめでお願いしそうですね。握手会は優しめに握力5ぐらいで臨みたいと思います。食いしん坊になったのそうなんですよ。食いしん坊になったのも。小6とか、小5、まあ、小5は違うけど。そうですよ。打つ前に力を抜くのがそうなんですよ。私はね、あの、 バカなので一回もうそちらをやったらもうすぐも力入っちゃってもうバンって飛ばしちゃうんで <laughs> 大皿のおみさん <laughs> やめてくださいダメですよ失礼です私があの大阪のおみさんに失礼ですなで <laughs> やめてやめてレ,レスリングの吉田沙保里選手と戦ったらどっちが強いいやそれはもう一目瞭然で。 <laughs> すごい強かったですよ。1位ですよ、世界。え <laughs>、リカさんなんてペットボトル、そう、ペットボトルね、わかる。でも、サラもあきらん、なんか、あこ、そうなんですよお久しぶり。いらっしゃいませ、お久しぶりです。いや、本当に私、バカなので、なんかそういう、なんか勉強とかはさておき、なんか多分、体の作りがバカなんでしょうね。なんかもう、 ここ、たぶん、ここの、あの、なんていうの、ここで、ね、あの、指令を、まあ、あはいとか言ったら、全部に力が入っちゃって、はいみたいな、パーンって言っちゃうんで、ほんとにそう <laughs> 手。そう、手足がすごいのごめんね。ほんとにごめんね。ごめんね、ごめんねって。そうなの。はたありがとうございます。ペットボトル握りつぶしてそうそーりゃー ないよ可愛 <laughs> い,いっていうゲストありがとうございますそんなことないよ握手会ぜひあもうあるかな次いつかなバカになれ何だ <laughs> っけあのね読めるんだけどちょっと読めないごめんなさい「ハート100個ありがとうございます今日は舞台メイクじゃないよ」 バカじゃないいいよすすぎいやあ,ありがとうございますでもほんとにほんとにその時はもうあっすがすがしい気を気をしいがと思っちゃってごめんね絶対違うと思ったんだけどそれしか読めなくてほんとにねあのみんなもテニスやろうでも全然やってないからもう絶対なまってますほんと大変大変テニスはねでもスポーツはやりたいよね 一生スポーツしたよね。バカかわいい。ありがとうおじゃべん。テニスは一人じゃできない。そうなんだよね。まあ壁打ちでもしてもらって。そう、キヨ,キヨしいかと思って。ごめんね。勉強します。ママがやったからここが。ごめん。新潟方言バカでしょ。バカかわいいとそう、バカかわいいって言うよね。おばあちゃん言う。バカでかいスエカ持ってきたなみたいなこと言います。 国語本当だよねあの。ママがやっちゃったからさ。ごめんね。サラ今日なんかジブリっぽくないっぽくないごめん、調子に乗りました。テニスする友達がいないので、サラが相手になってやるよ。ママより上手い。いや、ママは、本当に、え、ママは、え、ママはもう論外ですよ。私、普通に、まあでもママはね、あの、私が、わかんない。現役時代は私生きてないので、わかんないんですけど。 ママはね下手くそうんでもおじやでは強かったみたい壁打ちって練習になるの壁打ちは正直私はそうあのおすすめしない帰ってくるスピード速すぎるもんママ実はプロ選手だっいやない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  <laughs> サラさらちゃんテニスできるから合議えっありがとうママーハートありがとうございます お、バラもありがとうございます小判もいただきましたありがとうございます嬉しいこんなにいただいてお返ししなくてだるまさん、ありがとうございますいやいや、おししいイエイ,エイ本当にね、みんなもテニスをやろうよってあ、あ、まだまだ水色のだるまさんだだるまさん、ありがとうバラもありがとうございますおお、全色かなありがとうございます紫色お、全色ありがとう 嬉しい嬉しいオロナミシーシーシーレモンありがとうございますたたたたたんたたん,たんかい,いっていう人もありがとうございます本当にねみんなも手にしやろうおーえー、っとあのティーチャーティーチャーなぜおーしい英語はありがとうございますたるまさんもありがとうございます あとみんなねスポーツやりたくない最近やっぱさその外とかで思いっきり運動してくれる運動することがないじゃないわかんないあるかもしれないけど <laughs> 研究室でテニス経験者はサーヤとマナそうサーヤとマナなんですよそうなのお皿は元がいいからメイクと照明ええー、嬉しいありがとうリングライトでーす ニリングライトマザルくんのキレキレですおおまたいただいたスカートひらいひるがえしチュ <laughs> テニスやってたから動体視力発達してコメント読むの <laughs> そういうことありがとうございますいつも自転車買うよ NGT ところそうなんだよねあれは本当にいい自転車 本当私があの中学生だったら買う。絶対買う。だってあれ坂登りやすそうじゃん。私ママチャリで行ってたからね。ママチャリうん、ママチャリ。行ってたからね。ほんとに。ダメ。ママチャリで坂なんか登っちゃダメ。うん。ほんと。まさるさん。ソフトボールは、え、どういうこと授業でやるやつですかあの、ガチの。えいみたいなやつですか リングライト大丈夫だと思う何アダプターってハートありがとうございますチャリ通しちゃうえそうよ何よ悪いんか早いぜチャリ爽快快速と動体視力瞬発力自転車安いそうそうなのだからめっちゃいいあのなんかごついのが欲しくてまあまあごついじゃないですかほんとに ほんまにね。いや、あのね、いいよ。あの、今、中学生が、いる、わかんない。このルームにいたら、あの自転車を買うべき。だってね、ほんとに、いい自転車。坂なんかもスイスイだぜ。スイって、いけるで。あな、もう、でっかいタイヤだしさ。なんか、ごつかったやん。ママチャリで走ってる場合じゃないよ <laughs> ヘルメット着用もちろん。危ないよ。転んだことあるもん、サラハト、ありがとうございます。坂、ね、わかるもう、スイスイスイだよ。昨日、パンクした大丈夫あ、そう、マウンテンバイク、言いたかった。マウンテンバイクなのかなそうなのね行きは、そう、行き、あの、あの、行きが上り坂で、帰りが下りなんだけど、私、下り坂の時に思いっきりこけたことがあって、そう、なんか、その、テニス部全員で帰るから。 こう,みんなこうやってさ一列になっ,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 ってわあってこうやってウィーってたかえるわけやそう私とその後ろの子が転んじゃって体操着めっちゃ破れました気をつけて髪の目、そう一目ぼりしたのさくらんぼにそうなのそうおじやはね坂でこぼこがすごい多い。 そう,そうすごいなんかだから急な上り坂だから急な下り坂なんですもうねシュンって感じです本当にすり抜いたところじゃないですよもう痛い痛いって感じでしたでもなん何そうそう白山公園そう白山白山から降りた時にもうシューンって行きましたよ大丈夫みたいなほんとねやばいですよ 何度ぐらいいやもうほんとこんぐらいなんかこういうぐるってなってるんですけどちょっとで私じゃないんですけど前に私のお兄ちゃんがそのねこのグイーンって曲がってるんですよ坂がちょっとねそう曲がっててそうこうやって登る感じなんですけどここの溝があってねあのなんか水が通る場所端っこに内側に溝があってその内側を走ってたんですってお兄ちゃんがで その溝に自転車がはまっちゃってめっちゃ転んだんですよ。それを聞いてから私はとっても怖くてその、その坂を通るごとにすごい怖いんですよ。私反対側行けばいいじゃんって思うじゃないですか。反対側はもう急な坂だからあのもう人が登るところじゃない。草むら本当に怖いって感じ。 自転車で田んぼに落ちたことはないんだけど、なんか私貧血で倒れて、田んぼの近くに落ちちゃって、みんながね、止めてくれたんです。覚えてないけど。<laughs> ええおじや、長岡に遊び行き、えー、ぜひぜひ、堪能してください。気をつけてね、でも。スーツの、あ、わかる。わかる。 スーツの裾とかスカートの裾とかさズボンの裾とかさいっぱいさ引っかかるよね。ねだからねあの短パンとかがいいんじゃないかな。<laughs> そう自転車そう田んぼ田んぼかそんなあ自転車乗って自転車乗ってよ <laughs> 来年は新潟にああぜひ そうスカートはねあの風になびかれてもめくれるしあの巻き込まれるし大変ですそうだから私はあんまりスカート履かないんですけどそう本当。そういうお友達とかよくいるからはあもしや道が整備装備されてないのかないやされてますでもその山の方に行くからそうなんかそれでも装備した方なんですけど。 東京に来てえ待って待って東京に来てから田んぼ見,い田んぼ見ないですよね田んぼがあるならビル建てちゃうみたいないやいやいや寝ないで <laughs> 自転車こいでる時に寝ないでくださいスカートは短めだったえ学校はあの全くあのいい子で折ってないです全然長い 膝下ぐらいでも身長が伸びたのでちょっと膝ぐらいすいません先生さらちゃんはミニスカイじゃないあの学校はあのそうですねあのそうだねみんなあの短くしてたんですけど私はしてなくてなんか私は下に体操着をちゃんと履いてたんですだからセーフいい子なんで なんかいいるじゃななですかなんかん中学校でも下はもう体操着履かない子とかいるんですけど、まあ、そんなん階段,から階段から見えてるじゃないですかやだやだみたいな私は一生体操着を履いてましたね着替えも早いし「<laughs> 新潟って日本一スカート」みたいだねそうよく聞くよねわかる私は1ミリも短くなかったです そうどちらかにしたら長い方みんなが曲げてる中あっ間違えた折ってる中私はしっかりと長め見えても気にしないいやいや短パンだから見えるとかないっすよね <laughs> そうオンライン勝てないあぜひ握手会ねいつ再開するから本当に握手会やりたいでもオンラインも楽しみだからみんな。 体操着とかこれはおさらほ本当に体操着履かない人はね、よくない。履いた方がいいよ。見せてないよ。<laughs> 妹も短かった。ああ、やっぱり、ね、短いの両方用意して。ああ、先生に受験用みたいな。いや、短パン履かない人が。ああ、ね。<laughs> スカヒラ衣装ぐらいに短いのってプライベートで履くそうね、あのなんかプレゼントでいただいたものとかは履くんですけど 自分かからは買いいに行かないです <laughs> そうあのいただいたんですよ前にいただいてそれを履いてたんですけど履くことは全然あるんですけど自分からは買いに行かないですスカートのミニスカー特にマナ、ま、ちゃんめっちゃミニスカートえー、マジかだよねマナ、ま、は逆に長いイメージはないいやわかんない見たことないけど 安心していいですか安心してください。私は長いです。スカート。ホッピングって知ってる知ってるボンボンって飛ぶやつ。サラちゃんあんまりスカート履くイメージ。そうだよねあんまり履かないかな。でも今日はスカートだけどね。でもロングスカート。なんであんな短いのかね。都会の子ってめっちゃ長い都会の子って長いんだ。短いイメージ。サラちゃん、足綺麗だから見にでも。えありがとう 直接話すすことがいいいっっぱいありますえ嬉しい待ってるねバナナジュース飲んだ私人生でバナナジュース飲んだことないんですよそうなんかバナナ味の何かとかあんまりあんまり好きじゃないかなバナナは好きなんですけど果物ねなんだけどなんかそうあごめんね前に <laughs> インスタに載せたけどサラちゃんデリム似合うよねありがとう嬉しい 今度おじや行くくをサラサラちゃんの生誕ティー早くええー、嬉しいサイは逆に長い丈は履き確かに似合うもんね昔インスタストーリーで雨は嫌いじゃないって動画上げてた時スカあ全然スカートは履きますけどロングスカートが多いですうんロングは履くけどミニは履かないでもそうなんかプレゼントでいただいたものはなんか もうなんか全部かわいいので本当にねはかないともったいないのではかせていただいてもらったしょ,ちょルーズソックスははかないです持ってないマナちゃん2つ折りにしてたって言ってたけど短いいや絶対もともと短いのに2つ折りしてたでしょお猿なのにお猿体にコンプレックスがあるいやいやいやありますよコンプレックスはたくさんあるんですけどでもそうなんかはか,かないんですよ <laughs> はい。ということで、あと3分というところで、はい、いきまーす。このショールームをフォローしてない方はフォローしてください。そして、インスタグラム、ツイッター、755をやってるので、ぜひ、小宮山サラで検索して、ぜひ、フォローしてみてください。あとは、TikTok は、あの、研究生アカウントでやっているので、ぜひ、皆さん、ご覧ください。あとは、メールとホトログをやっているので、ぜひ、皆さん、よろしくお願いします。 と、お皿ファミリー家族会議のメールでやっているお皿ファミリー家族会議の質問募集は土曜日からにいたしますので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。はい、ぜひ忘れずに送ってね。はい、今日もありがとうございました。今日はたくさんテニスの話とかスカートの話をしたんですけど。私は短パンを履きますけどね。う <laughs> ふはい。 ありがとうございます。今日もありがとうございました。勉強頑張りますみつあみ、みんな写真撮ってね。忘れてたイェーイ。イェーイ、イエーイ。拡散してね。バイバーイ。ありがとうございました。また SNS に向けるので、そちらも見てください。バイバーイ。